り玉田選手がこういったところで受けれると長崎としては非常にビルドアップが楽になりますね。右開いている鹿山を使います。ニアに名倉、ファーに富樫が待ち構えていますが、ここはゆっくりと回してふわりとかしたボール、木田、うん、このシュートまだ浮いている、チャンスです。今いいボールでしたよね。チャンス迎えましたね。先ほどのシーンです。下の秋野選手ですかね、よく見てましたよね。まあ、木田選手ディフェンスの背後からフリーになって上がっていきましたけども、秋野選手もよく見てましたし、平ドリブルがあります。中は中央で名倉が待っている、名倉中選択して木田のシュート決めた、長崎が先制。木田は今シーズン3ゴール目。まあ、まずはここで、しっかりと縦を狙いながらですよね。萩野選手空いたところを玉田選手、ここワンタッチ良かったですね。フリーになった名倉選手で、木田選手のことをよく見てましたし、まあ、右足で打ってくださいというようなパスでしたので、木田選手も余裕を持って打てましたね。おそらく最後木田選手またを狙ったシュートだったと思うんですけど、ね、うん、思い切って振り抜いていきました。そうですね、左龍馬。さあ高際から大きくボールが入ります。富樫を狙ったボールは浜田の対応、ただここ木田がボールを奪います。前を向いて自ら持っていって左足のシュート決めた、木田2ゴール目。長崎39分、その差を2点に広げました。相手に拾われてしまったんですけども、その後隙を見逃さなかったですよね、木田選手。まあ、自ら利き足じゃない左に持ってはいったんですけども、まあ、ここでしっかりと仕掛けながら、まあ、どっちにも行けるような持ち運び方ですよね。あえてワンテンポずらして股を抜いたようなシュートになりましたけども、まあ、ここおそらく股を狙って逆サイドに打ったようなシュートですよね。向原ボールをキープ、大外回った後藤は使わずに徳本、木山とつなぎますがここは合いません。長崎速攻につなげます。さあ木田、大外富樫が呼んでいますが海洋セザール上がってきました。富樫につないで富樫は自ら右足で狙っていった、決めた、ダメ押し3点目。長崎富樫は8試合ぶりにゴールを挙げました。まあ、こう引きつけてますよね。富樫選手余裕を持って、まあ、ここ慌てて打つんじゃなくて1個運んでタイミングをずらして、あえてニアに打ったところ、まあ、気持ちでねじ込んだゴールですよね。このペナルティエリア内の決定力、努力に裏付けされたこの嗅覚、素晴らしいですね。富樫は今シーズン5点目。前線ここでイオンジェが裏を狙っているんですが、そうですね、まあ、上田選手長いボール出せますので、はい、ここつながります。上城開いている徳本につながって、中はイオンジェ中央で呼んでいる、そのイオンジェを狙ってファーの位置は斉藤のヘディングシュート、枠を捉えきれませんでした。ただコーナーキックのチャンスです。長崎は落ち着いてボールを回すと。そうですね、まあ、無理はしないですよね。はい、そして鹿山を狙ったボールは残して、さあ代わって入ったエジカルジュニオ、ダイレクトで狙っていった、一発で仕留めた、これが長崎のエジカルジュニオです。相手よりも早くスタートしてますし、あとはキーパーが前に出ているのをしっかりと見逃さず低いシュートを打てるこの技術と得点感覚っていうのは非常にチームにもたらす影響っていうのは大きいですね。いい狙いですね。磯村、イバルボを使ってイバルボのシュート、イバルボ12試合ぶり、イバルボも結果を残しました。まあ、相手に取られるんですけども、磯村選手取り方非常にうまかったですよね。はい、まあ、ここは個人戦術からのボール出しだと思いますけども、まあ、あとは選択肢が2つあった中で
あえてイバルボ選手を選んだ。まだ長崎ボール、そしてホイッスルもまだ鳴りません。ここで試合終了のホイッスルです。長崎対岡山の一戦は5対0で長崎の大勝、勝ち点3を手にしました。ホームの長崎はこれで7戦負けなし、開幕戦以来の今シーズン2度目の4連勝。